初めまして、初めましてじゃないな、改めましてだ、改めまして、こんにちは。なんでこう初めましてって読んじゃったんだろう。初めまして、こんにちは。ちょっと動揺してましたね。自分が持っている、自分が持っている勝負下着、なんだろうな。じゃあ黒で、はい、じゃあ黒、はい。アニメ図書館戦争で笠原一子演じています井上真里奈です。初めまして。今年大学を卒業して無事に社会人になりました。なんで改めてここでアニメ図書館戦争で島崎朝子を演じさせていただいております。勝負下着の色、うん、もうね、そんなものをねラジオで言うとでも思っているのかしら彼らは。うん、適当に言っとけばいいよ。白とか言っとけばいいよ。じゃあ白。うん。じゃあって何。はい、関東図書基地広報課。この番組はアニメ図書館戦争の世界をもとにおしゃべりやゲームを楽しんでしまおうという番組です。しかもこの番組女子寮パートと男子寮パートに分かれておりまして、毎週交互に放送しております。はい、というわけで今回あの男子寮パートからの無茶ぶりは、自分が持っている勝負下着の色形どんなものかという質問だったんですけど、うん、なんだあいつら、なんだあいつらな、なんだあいつら、もういやでもね、私黒って、うん、すごい大人の色だと思ってたから、うんうん、結構最近まで、うん、そんな派手な色とかつけちゃいけないと思ってたの。あ、なるほど。でも、意外と、こう、私たち世代の女の子だと、うん、意外と普通に黒とか赤とかつけてる人がいるって知って、うんうん、たまにこう、女の子の洋服の中とか覗いたりするんだけど、ふふーん。さらっと流しておくの。覗いたりするんだけど、うん、黒い、この子が黒い下着つけてるわーってなるの。で、あ、つけていいんだと思ってて、うんうん、それまで私下着はなんか、基本的にパステルカラーっていうイメージがあったから、そんな、ピーチジョンとかあるじゃない、うん、かわいいね。下着の。そう、でもあそこは、私には大人っぽすぎるみたいな、イメージがあったの。うんうんうん、なんか形とかすごいフリフリで、うんうん、わーって感じでしょ、うん、華やかな。うん、ああ、だから、最近になってようやく、あ、黒って大丈夫なんだって思って、うん、まあ普通の黒なんだけど、うんうん、買うようになりました。ああ、そうか。それで、なるほど、黒か。そうなんです。うん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 、他は大体そんな色ですね。うんうんうん、なんか、彼らはこう、紐とかそういうものを望んでいたらしいですよ。残念だね。そう、残念だね。まあ、さらっと流していく方向で。はい。最後にやはりね、あいつらに今しめをね。あいつらな。あ、今日はみゆきちゃんご立腹だからね。ご立腹よ、私。そうよ、あんな下世話な質問をそうよみゆきちゃんに投げかけるなんて。そうよ。そうよ、相手選ばないとダメよ、あいつら。というわけで。相手選べばいいってもんでも。ね、一つだけね、業務日報として、男子寮パート質問したいと思います。はい、さあ今日は何しましょうか、みゆき様。今しめますか。え、ぜひ。なんか今までこう、なんか彼らの株が上がるようなことが多かったりもしたんで。そうね、長野に行ったりとかね。はい、行ったりね。ビドン買っちゃったりね。うん。ではなくて、今までやっちゃったことで一番恥ずかしい思いをしたこと。ああ、特に女の子相手がいいね。いいよ。女の子相手に。特にデートとかで。うん、大失敗、ね。デートとかの失敗談とかいいね。うん、あ、いいね。かっこつけて2番目とか3番目を言わないように。あ、ダメ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 。1番ね。1番を。ちゃんと正直に答えてくださいよ。というわけで、男子寮パートのお二人きちんと答えてください。はい、改めましてこんにちは。今までにやっちゃった一番ひどかったことは、うん、自分から女の子を映画に誘っておいて映画館の中で熟睡しました。アニメ図書館戦争で道場8を演じています前野智明です。あ、皆さんこんばんは、こんにちはか、はい、今までにやっちゃった一番ひどいことは、はいはい、普通に、はい、当時の彼女の誕生日を忘れていてですね、その当日に私今日誕生日なんだけどって言われて、え、何っていうふうに、あ、そうなん、そうだっけっていうふうに普通に返したっていうことがある。アニメ図書館戦争で手塚ひかるを演じております鈴木達久です。関東図書基地広報課。この番組はアニメ図書館戦争の世界をもとにおしゃべりやゲームを楽しんでしまおうという番組です。はい、しかもこの番組女子寮パートと男子寮パートに分かれていてですね、毎週交互に放送していますということで、今回は女子寮からの無茶ぶり来ました。来ましたよ。今までにやっちゃった一番、なんだろう、これ恥ずかしかったことなんですけど、まあひどかったことに
僕らがわざわざハードルを上げて答えてあげました。なんで上からなの？なんで上からなんだよ。わざわざ喜ぶかなと思って、答えてやった。やった。まあね、女子からなんかお申し出ね、なんか女の子相手にデートとかでやったことあるとか、なんかカッコつけて2番3番とか禁止、ね、1番ひどかったの教えてとか。ないもん。お前らってそう大したこと答えてねえじゃねえかよみたいな。何が勝負したぎの色だよ。まあまあまあ。形も言えよ。まあ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 。まあまあ、形が聞きてえよ俺は、うん。俺もちょっと聞きたかった。だろ。ちょっと期待してた。確かに黒の話で盛り上がってたことは嬉しかった。盛り上がってたよ。それは確かに嬉しかったけれども、うんうん、まあ確かに想像するよ。そうやって言われたら井上麻里奈黒かって思うと。いろいろ確かに、ね、よだれ出ちゃった。大丈夫です。だけど危ないです。だけど、はいはいはい、形も言うてほしかった。確かに、ね、黒言うてもいろいろあるじゃん。なんで俺はこんなに言えねえだろ。いきなりオープニングからこんなことで俺は熱弁してるんだ。考えたら言えないよ普通に。まあだけどね、言えないよ、まあ、そういうことでさ、俺らもさ、うんうん、まあひどかったことを言いましたよ、うんうん、言ったね、うん、でさ俺考えたんだけど、デート中でやっちゃったことってなかったのね。ああ、うん、基本俺喜ばすから。何それ俺完璧だけどみたいな、それを。いや俺マジですげえよ、そういうところ。俺ね、自分からこういうこと言わなきゃな。自分からこういうこと言わなければちょっとな。じゃあ俺とデートしようぜ。いいよ。デートしてくれ。おい、そしたらわかるからさ。わかったわかった。な？じゃあ喜ばせて。そういうことね。え、前のさ、そういうことある？だって俺そのぐらいしか思い浮かばないから。俺もそれしかないよ。映画館の中で寝ちゃったぐらいしかないよ。なるほど。うちらはやっぱりね、そうそうそう、普通に優しいからね。そうなんだよ。だってそれはさ、もっと言うなら女子寮の二人が一番よく分かってるはずじゃん。そうそう、本当だよ。そう、ね、スタジオの中でさ、うん、あんなに顔を真っ赤にさせながらさ、うん、恥ずかしいって何回も何回も言ってたくせに。それはお前が変なこと言うからだろ。お前が変なことばっかりマリトちゃんとか言うからじゃないの。はい、うん、一つ言っておきます、うん、僕手塚です、うん、いや知ってた、ちょっと薄々気づいてた。これどうかな、検閲入るかな。入るきっと入るな。じゃあ俺行こう。入っちゃった、やべえ。俺も道場教官です。入ったかな今。入ったかな。ダメだな俺だな。ダメダメダメ。今日もなんか聞いてる人が明日から頑張ろうって気になるラジオやってんな。よし。よし、来てますよ、今日も。これさ、一応さ、台本にさ、一応放送できる範囲でお願いしますって言われてさ。カッコスタッフって書いてある。あるのにさ、俺らこれ全然読んでなかった。まあ、大きな。まあまあ、そんなわけでですね。じゃあ、まあ、恒例のあれ行こうか。女子寮の、そうだね、業務日報。はい。無茶ぶりでございますけども。はいはいはい、はい。まあ、でも、なんか最近さ、なんかこういう、俺らがさ、必死こうやって考えたやつでもさ、なんかなかなか話してくんねえじゃん。なんか華麗に回避するね。だろ、うん、なんかなんだかんだ言ってさ、うん、なんか、みゆきちゃんのこういうところに突っ込んでいく気なんて言われてさ、それ突っ込むに決まってんだろみたいな。当たり前だろうがよみたいな。丸裸にすんぞ、まあ、おめえ。突っ込みたいんだけど、本当はね。ひまくぞ、まあ、なかなか。誰かこいつ止めてくれ。って感じでやってんだけどさ、うん、でもどうせだったらもう回避できないような、うん、もうなんだろう、本当になんか体を使った物事に行ってみようと思って、うん、前にね、うん、収録中にちょいちょい言ってたの聞いたのが、うんうん、2人ともちょっとくすぐりが弱い、あ言ってたね、それはね、そうちょっとすぐ笑っちゃうよと、うんうん、くすぐられると弱いんだなんて言ってたんで、うん、2人でどっちがくすぐりが弱いのかちょっと調査してくんないっていう、いいかも、心ゆくまでちゃんとはっきりするまでこそぐり合っちゃえばいいんじゃない？でもそれちょっと見てみたい、二人がこうやってまさぐり合ってるの。やだやめてよーとか言いながらやってんでしょ。やべ超楽しみ。ムラムラしてきた。ムラムラしてきた。いやいや、ワクワクしてきた。ワクワクしてきた。きたうん、はい。本当はどうした？ムラムラした。なんでいいよもう聞くなよ。相変わらずのクオリティです。はい、すいません。ああ男子寮。はい。みんなついてこれてくるから。ちょっとね大丈夫か。はい。